以後第7潜水艦は、大日本帝国の1七型潜水艦の一番艦。1934年の第2次補充計画により、建造が計画された。1934年9月12日、呉海軍交渉で寄港、気候、1935年7月3日、浸水、1936年7月8日、呉海軍交渉内に偽装員事務所を設置し、事務開始。 1937年3月31日に、春工、横須賀鎮守布石となり、第一艦隊第一潜水船隊所属となる。1938年6月1日、艦型名が、一7型に改正。1939年11月15日、第一潜水船隊は、第四潜水船隊に改名した。1940年10月11日、 横浜港域で行われた紀元2600年特別観艦,艦式に参加。11月15日、伊7は潜水母艦長芸、第7潜水隊、第8潜水隊と共に、第6艦隊、第2潜水船隊式化となる。これは、先代の第2潜水船隊が1939年11月15日付で、第3潜水船隊に改名して、以来、2代目となる。 1941年10月21日早朝、最近にて、B66 と衝突事故を起こすも、損害は警備で済んだ。太平洋戦争開戦時は、第6艦隊、第2潜水船隊に所属。1941年11月16日、第2潜水船隊司令、山崎主家少将と96式小型水蒸気を、乗せ、同船隊の機関として1300に、 横須賀を出港。真珠湾攻撃では、オアフ島北方海域に配備された。17日早朝、カイルア西方26海里地点付近で、搭載機を発進させ、真珠湾を航空偵察する。その結果、湾内に戦艦4、空母1がおり、そのうち戦艦3隻は損傷していること、巡洋艦5隻と小型艦船30隻ほどがおり、 内ちくち区間3隻が湾港で対戦紹介をしていることを報告してきた。その後、搭載機が帰還してきたが、敵が来襲することが予測されたため搭乗員は、気を捨ててイナナに泳ぎ着き、イナナは搭乗員を収容した後、放棄された搭載機を処分してから先行して離脱した。百四十二年一月一日、オアフ島南方百海に地点付近で、 新珠湾へ向かう、米巡洋艦1、駆逐艦人の艦隊を発見し、来撃するも命中しなかった。その後、駆逐艦から爆雷6発を投下されるも、損害を受けることなく離脱した。22日、クエゼリンに到着。24日、クエゼリンを出港し、2月2日に横須賀に到着した。2月11日、イナナは横須賀を出港し、16日に、 パラオに到着。翌17日に出港し、21日にスターリングワンに到着。25日、イナナは出港し、インド洋に向かった。3月2日戦230、ココス諸島南東150海に地点付近で、味方艦載機からの誤爆を受けるも、被害はなかった。4日戦、南位08度40分、統計94度30分。 何8.667度統計94.500度、マイナス8.66794.500のココス諸島北西250海里地点付近で、チラチャップからコロンボへゴムを輸送中の乱下客船、メルクスを発見し浮上。メルクスの乗員が船から離れたのを確認した後、砲撃を行いメルクスを撃沈した。9日0 8 3 0ナナは、ペナンに到着した。 28日1 6 0 0ナ7はペナンを出港し、セイロン島の航空偵察に向かう。4月1日0 5 1 7セイロン島南西180海日点付近で、浮上構想中、英空軍所属のプビーカタリナから爆弾2発を投下されるも直撃はしなかった。4時間後、複数の小型艦指定を発見したため、3日に実施予定だった。 航空偵察を中止せざるを得なかった。以降は、気象通報任務を行う。3日0340、南位零零度四十48分統計78度33分、南位零点八零800度統計78.550度、マイナス0.80078.550のモルディブ諸島東方300里立地点付近で、一般貨物1000トンと便乗車12名を乗せて、ボンベイから、 フリーマントルに向かっていた鋭脚船、グレンシールを発見し、魚雷2本を発射。うち1本がグレンシールの右辺に命中し、同線は船尾から沈み始める。グレンシールは遭難信号を発信した後放棄された。イナナは放棄された、グレンシールへ、さらに魚雷2本を発射して命中させた後、浮上して砲撃。20発ほどが命中した、グレンシールは炎上しながら、 戦備から沈没した。15日イナナはシンガポールに到着。21日に出港し5月1日に横須賀に到着して整備を受ける。6月11日イナナはアリューシャン攻略作戦の支援を行うべく横須賀を出港し計算回線にて紹介に従事する。7月15日北緯53度41分整形157度45分 国十53.683度整形157.750度、53.683-157.750のウナラスカ島北方沖で、ベッセルからシアトルに向かっていた、米貨物船、アーカタを発見、来撃の後砲撃を行う。アーカタの船橋に砲弾が直撃したため、アーカタは放棄された。救命艇の降下を指認したイナナでは、砲撃を中止させたが、 砲撃により、アーカタの船員1名が戦死した。放棄されたアーカタは、その後沈没した。7月20日に引き上げ命令が出され、8月1日に横須賀に到着して、整備を受ける。20日、第2潜水船体の解体に伴い、イナナは第6艦隊付属となる。31日、イナナは第6艦隊第7潜水隊に編入された。9月8日、 イナナは、横須賀を出港し、15日にトラック島に到着。17日には出港し、サンクリストバル島南東沖にて紹介を行う。10月13日夜明け、搭載機でエスピリトサント島を航空偵察し、軽順に輸送船7、複数の小型船と水蒸気がいることを報告。14日の日没後、エスピリトサント島へ、手砲弾17発を発射。 23日夜明けにも、エスピリトサント島へ、手砲弾6発を発射した後先行して離脱した。31日、再度エスピリトサント島を航空偵察する予定だったが、搭載機が損傷していることが分かったため中止となった。11月7日、イナナは、エスピリトサント島を、潜望鏡で偵察。同日、イューと偵察任務を交代する。日、島を、 戦亡鏡で偵察。11日にはサンタクルーズ諸島のバニコロ島を航空偵察。18日にイナナはトラックに到着。24日には出港し、12月1日に横須賀に到着した。1943年4月1日、第7潜水隊は第5艦隊指揮下となる。21日、イナナは食料と弾薬を積んで横須賀を出港し、 5月1日にキスカ島に到着して物資の揚陸を行った後出港。4日にアッツ島に到着して物資の揚陸を行った後出港。8日にバラムシルに寄港した後、12日に横須賀に到着した。14日、イナナはアッツ島の戦いの支援のために横須賀を出港し、アッツ島沖へ向かった。21日に紹介区域に到着するも、 到着前の18日に、アッツ島の放棄が決定された。24日、イナナは、紹介区域を出発し、第一期キスカ島撤退作戦に参加するべく、キスカ島に向かう。26日、イナナは、キスカ島に到着するも、港が空襲を受けていたため郊外で待機する。2230に入港した、イナナはロットンの食料と、弾薬、ラジオビーコンを揚陸し、 海軍兵士49名、陸軍兵士7名、労働者4名、遺骨28柱、空薬莢4トンを乗せ、27日0100に出港。6月1日にバラムシルに到着した。2日に特設運送選定用丸からの給油を受けた。後、4日にバラムシルを出港。8日にはキスカに到着し、19トンの弾薬と15トンの 食料を揚陸。その後海軍兵士42名、陸軍兵士18名、軍属41名を乗せて出港し、13日にバラムシルに到着して便乗車を降ろした。15日1600、イナナは第7潜水隊司令、玉木留次郎大祭下、第7潜水隊爆僚を乗せてバラムシルを出港。17日、 同じく作戦参加中の潜水艦が、米駆逐艦の攻撃を受けたとの報告により、一時輸送任務が中断するも、翌18日に任務は再開される。19日、イナナは、キスカ近海に到着。ノームにより揚陸は1日延期となる。21日1500、イナナは、七夕湾南一海陸地点付近を航行中、右限後方から推進機音を登場取したため、 先行準備をした。その頃、付近を紹介中のベーク地区間、モナハンは1 3トル先にある潜水艦をレーダー探知し、追跡していた。接近したモナハンは1 8 0 0ルの距離でレーダー射撃を開始。1 5 3 0ナナは砲撃音を聴取し、急速先行が発令された。直後、司令塔右舷側に砲弾2発が直撃して、 穴が開いてしまい、先行不能となる。この被弾により、第七潜水隊司令、玉木留次郎大佐、艦長、長井勝彦少佐、航海長、花房義尾大尉、総田手他三名が戦死し、通信長、中山大一中尉が負傷した。水雷長、関口六郎大尉の指揮により先行は中止され、主砲と機銃で応戦しながら退避する。この戦闘で、伊は、 主砲弾30発、機銃弾250発を発射した。戦闘の混乱により、後部バラストタンクのバルブが解放されたままであったため、戦隊は沈下を続け、1515 15に沈没を防ぐために、朝日岬に監守が格差され、一旦放棄された。暗号員はこの時すべての機密文書を破棄し、暗号機を破壊し、その破片を考えに投棄した。一方、 キスカからは、ダイハツ一隻がイナナからの貨物の受け取りに向かっていた。イナナを見失っていた、モナハンはこのダイハツを発見して、機銃射撃を行ってきたため、ダイハツはこれを回避して退避した。1800、イナナの乗員は、陸上との連絡に成功し、ダイハツ二隻がイナナの近くに到着。積み荷の一部が積み替えられた。2112は、イナナは、横須賀に向かうこととなった。 司令塔の穴は、ダイハツで輸送されてきた溶接機により塞がれた。22日0600までには、残りの積み荷と戦死者の遺体が運び出された。その補助員は E7 ナナに戻り、機密文書等は、ダイハツで輸送されてきたものが、新たに積載された。1445、E7 ナナは離床し、1832は、応急修理完了するも、先行はできないままだった。 2 0 0ナ7は、七夕湾を出港。しかし、キスカ島港沖を紹介していた、モナハンが1 3トル先にあるイナナを再度、レーダー探知し、接近した後砲撃を開始。航行中のイナナは、左舷側からの砲撃を受け、司令塔とブルワーク、後部バラストタンクに砲弾が命中。これにより、関口水雷町は、瀕死の重傷を負い、機関長が戦死した。 この時、イナナでは、混乱により三隻の敵艦から砲撃を受けていると判断していた。法術長、振動久を注意の指揮により、イナナは応戦を開始。その後、モラハンは一時退避の後砲撃を再開。間もなく砲弾が命中したことにより総打機が使用不能となり、左舷側にゆっくりと回答し始めた。さらに、砲弾一発の命中により、 デッキに置かれていた弾薬が誘爆して発火。さらに後部デッキに砲弾2発が直撃して穴が開いたため、イナナは左に30度ほど傾斜する。2212は弾薬が尽きてしまう。その後、イナナは左限に50度ほど傾斜しながら、キスカに向かう。沈下しつつ、岩に向かうイナナを追跡するモノハンは、自らも座礁する恐れがあったため追跡を諦めた。 2255、イナナは、キスカ島守備隊へ、被害と到着時刻を報告する。5分後、イナナは、完備から急速に沈みながら、北緯51度49分統計177度20分、北緯51.817度統計177.333度、51.817、177.333のキスカ島中央道端の南水道双子岩に、 左限に70度ほど傾斜し、20度ほど、艦首側を上にして傾斜し、艦首約15メートルを水上に露出した状態で、格座した。この時、数人の乗員が、艦内に閉じ込められた。その後、23日0210には、キスカから到着したダイハツが、通信長多負傷者10名を含む、振動法実調以下生存者43名が、キスカ統計部隊に収容された。 24日、キスカから機密文書の回収のために、大発一隻が到着。潜水譜が艦内を捜索したものの機密文書の回収に失敗。その後、路角防止のために7月5日爆破された。21日からの戦闘で第7潜水隊司令、玉木留次郎大佐、艦長、長井勝彦少佐、航海長、花房義尾大尉、水雷長、 関口六郎隊員、機関長、総出した乗員八87名が戦死した。1943年8月1日、除籍。除籍後の1943年8月26日、キスカ島を占領した米軍は、艦隊衛星テガイナナの調査のために到着。同艦の潜水譜は、水深18メートルの地点で、潜水艦が左舷側に横転して沈んでいるのを発見した。 司令塔は損傷していたが、司令塔の側面には、イナナと書かれていた。9月7日には、米潜水艦救難艦フローリ艦が、ミッドウェイ島から、キスカ島に到着。同艦の潜水舗は、イナナの残骸で1ヶ月間のダイビング作業を行う。7人の潜水舗が、艦内に入り、機密文書を回収した。撃沈総数は3隻で、撃沈トン数は13,002トンである。 寺岡正夫少佐、1936年7月3日から1936年9月21日。寺岡正夫少佐、中佐、1936年9月21日から1937年12月20日。藤本伝え中佐、1937年12月20日から1938年6月29日。岩上英樹中佐。 1938年6月29日から1938年11月15日、岡本義介中佐。1938年11月15日から1939年10月20日、石川信夫中佐。1939年10月20日から1940年10月30日、長井宏明中佐。 1940年10月30日から1941年8月20日、小泉喜一中佐。1941年8月20日から1942年12月5日、田端忠志少佐。1942年12月5日から1943年3月16日、長井勝彦少佐。 1943年3月16日から1943年6月21日戦死、同日付に海軍中佐昭は10年7月3日付内令、第270号。この数字は、法令上の定員数であり、航空関係要員を含み、特殊兵その他臨時増置された人員を含まない。 写真日本の軍艦ボリューム12の要目標では 13mm、連装1機2丁、艦型図によると2機4丁となっている。昭和11年7月14日付、海軍広報第2807号。アジア歴史資料、センターレファレンスコード C120 億7035万7200で閲覧可能。昭和13年6月1日付、内例。 第421号。期限2600年宿典記録。第6冊。369ページ。艦長たちの軍艦誌によると6月24日全部を爆破。昭和11年7月4日付官報。第2851号。国立国会図書館デジタルコレクション永続的。識別紙インフォ NDLJP。ND PIT。 295万9332で閲覧可能。AB 賞は11年9月22日付官報第2919項。国立国会図書館デジタルコレクション永続的識別インフォ、NDLJPPPIT295 万9401で閲覧可能。AB 昭和12年12月20日付け、海軍事例広報号外第108号アジア、歴史資料センターレフ、C130 億7207万 2900AB、昭和13年6月30日付け、海軍事例広報号外、第203号アジア歴史資料センターレフ、C130 億7207万 4000AB、昭和13年11月15日付け、 海軍事例広報号外第261号アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万 4500AB 昭和14年10月20日付海軍事例広報第393号アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万 6500AB 昭和15年10月31日付 海軍事例広報第549号アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万 9200AB 昭和16年8月20日付海軍事例広報第695号アジア歴史資料センターレフ C130 億7208万 800AB 昭和17年12月7日付海軍事例広報 第1 0 8号アジア歴史資料センターレフック C130 億7208万 8500AB 昭和18年3月17日付海軍事例広報第1 7 2号アジア歴史資料センターレフック C130 億7209万昭和18年7月24日付海軍事例広報第1176号アジア歴史資料センターレフ C130 億7209万2200。ありがとうございます。